溝落ちの場所溝落ちとは人間の腹の情報中央にあるくぼんだ部位のこと。溝落ち、水月、進化とも呼ばれる。溝落ちの内部背中側には復空神経層という神経層がある。ボクシング試合における溝落ちへの攻撃登用医学の経クロ論においては、溝落ちは体の正中線上を走る人脈の溝落ちという経血となっている。水落ちを殴るなどして、 衝撃を与えると強い痛みを感じる。これは口述するように溝内ち翼の復腔神経層には多数の交換神経が走っており、痛覚が鋭敏なためである。さらに衝撃で横隔膜の動きが瞬間的に止まることがあり、この場合呼吸困難に陥る。そのため溝落は人体の急所の一つとなっており、ボクシングや空手、無泰体、柔術、 上術などの格闘技や武道では溝落ちを狙う攻撃が重要な技術となっている。水癌など一部の内臓の岩治療においては患者の痛みを和らげるために溝落ちから麻酔注射を打つことがある。復腔神経層は溝落ちの奥、腰椎第 1c の高さに位置し、糸肝臓の後ろで大動脈と腎臓に囲まれた横隔膜に張り付いた神経層であり、 骨盤神経、瞑想神経の一部でもある。下境弾性繊維を通して、復腔神経節とつながっている。大動脈人動脈神経節もこの神経層の一部と、する説がある。復腔神経層に関連する、神経層、復腔神経層の解剖図復腔神経層は、以下の小さい神経層が集まってできている。さらに、復腔神経層からは、 以下の神経層が分岐している。水落ちは飲んだ水が落ちるところという意味の水落ちが変化したものである。ありがとうございます。